ゆりです。今日来ているのはこのモンコックにある新財新市シムシティです。このシムシティ、入り口の見た目からは想像がつかないくらいたくさんの専門店が集まっています。ガジェット好きの聖地として知られており、小型店が扱っているものはコンピューターアクセサリーや写真機材、オーディオ、ヘッドホン、ゲーム機やドローンなどとだいぶ範囲が限られます。新しいカメラを扱っているお店もありますし、中古のカメラや中古のレンズを専門に扱っているお店もあります。とにかく狭く深くがぴったりなビルです。お店はエスカレーターを上がったところから3階まで入っています。上の階に行くに従ってお客さんが少し減って、歩きやすく見やすくなります。普段私の興味関心からはなかなか見ることがないようなものを目にすることができるのが面白いビルです。双眼鏡にこんなにいろいろ種類があるなど、私はあいにく存じ上げませんでした。一番下のは面白い形をしていますね。ドローンで有名な DJI のお店ですが、以前まではトンロー湾に路面店がありましたけれども、あいにく閉鎖してしまいました。ここに来れば新製品を含めて商品をいろいろ見ることができます。高いところを利用して商品のストックが置かれています。どこのお店もこんな感じなので見比べてみると面白そうです。なおドローンですが、香港では6月1日から 250g 以上のドローンは登録が必要になります。 250g 未満は登録の必要はありませんが、高度30メートルまでに制限されるそうです。夜間は申請なしには飛ばせません。ちなみに私は多少ドローンを動かせましたが、壁に思いっきりぶつけてしまったことが怖くなってしまい、それ以降操縦は控えています。シムシティ、かつては海賊版 CD やソフトウェアの販売がありましたが、取り締まりの標的となり、2005年以降は抑制されていると言われています。最近ダイソンに似たタイプの送風機がたくさん出ていますね。美容家電もこのお店は置いています。形からするとちょっと以前のものになるのでしょうか。あと面白いものではテプラが売られていました。あ、でもキングジムのものではないからラベルライターになるんですかね。リラックマやキティちゃんなどキャラクターもので目を引きます。三脚もたくさんあります。監視カメラ、見守りカメラもいろいろあります。時々面白いものも出てきます。一通りビルの中を見てみるには上から下へ降りていくのが良さそうです。このフロアの床はいろんな会社の広告が貼ってあったようですが、だいぶ時の流れを感じます。ご存知のメーカーはありますか？下の階のお店の方がなんか物をギュッギュッギュッと集めて展示して販売している感じがあります。いろんな種類のアクセサリーが上から下までぎっしり。私にはどれが何用でどんな風に使うのかいまいちどころではなくピンときません。お好きな方にはきっとたまらない場所なんだろうなというところはわかります。そんな中で不思議な日本語を見つけたので一応収めておきます。3倍の数はガラスプロテクターを強くしたそうです。狭く深いものを取り扱う小型店が集まるシムシティ。ご自分の欲しいものがある程度はっきり決まっている方や、欲しいものをある程度の数の中から選びたい方、もしくは中古のレンズなど一期一会の商品に出会いたい方におすすめです。最後のエスカレーターを下るところまでお店がありますのでご注意ください。それでは八銀ゆりでした。